ひきりには、中国の伝説上の士族で、火を発見したとされる。また、参考の一、天皇とされることもある、古国時代の伝説上の帝王であり、ひきり民国の、君主とされる。あとあり宗主と国医氏の祖で、妻は、歌書氏出身、尊称として、ひきり公と呼ばれたともされる。また、ひきりにはもともと、 旧石器時代の加藤周辺の母系製氏族であったとされ、狩猟生活を営んでいたとされる。イミナは、ジョウ、は、フッツギであり、フッツギを含め後に78のミカドが、このオミカド、新の牛以前に立ったともされる。想像上の引きりにした木々を擦り合わせる方法と、石で火を打つ方法との2種類の発火法を発見したとされる。 このことから発火法を発見した人という意味の尊号として、ひきり人と呼ばれるようになったとされる。昭級は、王王なりの参考語帝の文化研究によると、ひきり人氏が建設した中国発の都であるとされる。また伝説上でも昭級は、ひきり人氏の都であることから、昭級は、過文化の里と呼ばれている。ひきり人氏は、 小宮に葬られ、非きり香料が作られていたとされる。小宮は、その後、隣の海風と共に何度も、ととなっている。古国時代において、帝王として君臨した大仏義氏や、炎三角、新能氏、皇帝有熊師らはこの子孫とされている。また、非きり氏の末裔は、風星や英世氏族となり、先進時代、新来までの間、中華を支配したとされる。 屍猫、引きり人植え関心、道し、察し達心、しかも出荷などの伝説上の暦の記述から17,500年前とされるが、後の時代についての中華文明元無限プロジェクトなどの考古学的考察とは合致しない。また古くとも紀元前5000年程度とするものもあり、中国国内でも定まっているとは言い難い。半彦ごと第十九。 民食家、ハマグリ、しかも障害払い、民太疾病。優生人作、タガネひきりドリイカ生草、しかも民越の、用殿下、合意枠引きり忍氏芝田だし、星木、参考本に、太し法義士、風性、大引きり忍士次、天使かも。母枠箇所、リオトナ、石油雷差は、自生法義を刺激。邪神一コべ優勝得。 太平五蘭巻869陰神王家、周域、睡眠国府式四時昼夜、有花樹名、水木、靴板一万頃後世有優人、夕日月の外、イタリオその国、息子の樹花、有鳥若、歌、卓樹即三千尾で、成人加減、元陽小枝鋼尾、合比切人、用地選定にあたって風水が用いられた、計画都市であったとされる。 ありがとうございます。